加藤さん、うん、聞いて聞いて。どうした？カズマ、とってもいい釣りができる心見つけたのよ。本当なんか釣りバカの最初みたいだね。どこなんです？どこなんです？町の中にあった池みたいなところ。はあ、釣りをしたいの？うん、釣りしてみたい。おえー、どんなお魚が釣れるかな？全部のお魚釣ってみたいんだよね。食べれるしね、魚ってね。持っている餌を使って魚を釣りましょう。珍しい魚を釣るとお金がたくさんもらえます。金儲けなのね、これじゃあ。はいはいはい、わかりました。さあね、 A ボタン、はい、ぴったりのタイミングで A ボタン、はいはい、なるほどね。まあ一回やってみますか。はい、無時期だね、完全にね。食いついてる。はいはい、どう？メダカ。はあ。あ、でも金は儲かった。はいはい。メダカでかくない？もう一回行こう、これで。おい。今だ。おい。おい、完璧じゃない。なんだフル。お、なんだフル。メダカじゃねえか。でかくないやっぱメダカ。あら、その。でかくないあなたに対して。はいはいはい、で次別の餌、これね、コンペイトこれ使ってみますか一回ね、うん、おい早い、はい、なんだフル、何それ、金のエイ、何それ、やば、釣るぞ。もう一匹釣れるね、コンペイトーで。暇だ。めちゃめちゃ早いね、これ釣れる。おお、だ早っ。やった。え、金のサメ。すご。はあ？え、144センチ？え、1メートルってこと？どういう大きさになってんの君たちは。え、はあ、まあ、これで釣れるもんは釣れたね、コンペイトね。長靴と、あとはこれ金魚、金魚じゃないかな、カニかなんか、サワガニみたいな。何が釣れるかな。大きさの比率おかしいですよねこれね。じゃあ、もう一個使い切っちゃおう、3つね。すごいです。おお、長靴。これセンチって意味あんのこれ。やったです。おお、あ、サワガニやっぱりね。はいはいはい。ご近所猫さん、これからいろいろ教えてくれるそうです。情報通なのね。猫見が丘の猫道、猫見が丘の猫道、ヨドバシカメラの抜け穴とか。なんそれ。安く買うためのコツみたいなことそれ。そんな教えてくれるの？猫さんだけが知ってる情報を聞けるようになったの。すごいね。なんかそういうなんかブログみたいだね。いいお話があったら加藤さんにもお知らせくれ。知りたいわ、ヨドバシカメラの抜け穴。あ、もうそれ楽しみにしてます。うん、図書館のお得情報とかあるといいな。いやいや、ヨドバシの方は。猫見が丘のポカポカスポットも知りたいですね。ね、そう、ネギリ交渉テクニックみたいな。また明日ご近所猫さんとお話に行こう。両方ポイントがつくみたいな裏技みたいなあったりするのかな。そうですね、うん、楽しみです。楽しみだね。加藤さん、はい、遊ぶもの持ってきました。遊ぶもの、なになになに。今回はね、うん、カズマたちで集めてきたんだよ。君たちゴミばっかり集めてるからね。持ってきたものを発表するです。プレゼンみたいな。一つ目はトランプ、ママ抜きしたいな。トランプあったの？全部揃ってた。二つ目はハルタで、教えてもらった言葉で作ったです。はあ。三つ目はダンボールたくさん拾ってきたんだ。それはゴミだね。加藤さん、遊んでくれるです？ダン
確かに段ボールは何するの？あ、忘れてた、うん、広くて来た段ボールを並べてね。カズマたちが顔を出すからハイタッチしてほしいんだ。ハイタッチ、モグラ叩きみたいな遊びなんですが。モグラの方やってくれるの？叩かれちゃうと悲しいのでハイタッチしてほしいです。ね、はいはい、カズマじゃないお人形も出てくるから。あ、なるほどね、うん、それはタッチしちゃダメなんです。普通逆だと思うんだけど。全部宝物箱に入れておくから加藤さんが遊ぶ気分になったら、ネムジキたちと遊んでほしいです。わかったわかった、やろう。じゃあ玉抜き以外もできると思うけどね、なんならトランプはね。ババ抜きからやってみますかね。いや、そりゃ1位でしょう。1位目指して頑張ろうです。当たり前ですよ、そんなのね。ルンルン、はいはいはい、どうしよう、これかな、どうかな、あ、ペアになりそうなカード、そのカードはダメ、ペアになりそうなカード、ペアになりそうな、負けちゃいそう、あ、あわわわ、え、カードが揃っちゃいそう。これでいけんの？え、なんでわかんの？こっちの、やこっちの逆になんで知ってるの？13ないです。 13？ ね、何言ってるの？え、それひ、わーい、カードが揃っちゃいそう。いけんの？あ、めっちゃ楽じゃん。これ13が欲しいです。引くんかい。あ、ワクワク、それ引いちゃう、そのカード引くと揃っちゃいそう。3が欲しいです。引かないで、引かないで、それ3ないです。お、引くんかい。わーい、わーい、それ引いちゃうの？負けちゃいそう。はい、これこれも絶対引くでしょ。はいはい、どうぞ。1位じゃない、俺は。なんだろう。めっちゃアギカン、アギカンの幸せの水もらっちゃったよ。もうなんだこれ、コンペじゃなんだこれ。おい、じゃあね、一番本命の遊び、これやりましょう。ダンボール、猫たちとタッチしてください、はい、ぬいぐるみにタッチしちゃダメなの。なるほどね、はいはい、始めるです。はい、どうなってんのこれ。こうか、タッチされたです。はい、ぬいぐるみってのはどれだ。タッチされたです。ぬいぐるみの中で、これか、全然違うじゃねえか。タッチされたです。はい、こういうことね。タッチされたです。すごいシャシャンって、どうやってやってんの君たち。逆にタッチ、あー、早くなって早くなって、いやいや、早くなって早くなってきて、早くなってきて、ダンボールに潜るの楽しかったこれどういうことこれ。楽しかったです。どうやったの。縄張りパトロール始めるです。ルンルン、よいしょ、よし、頼むよ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、なんだ、なになに、呼吸してんのそれ。バッチリです。一緒じゃねえか。よいしょ、よし、これで虫眼鏡があることでより何かいいものが見つかるのでは。拾いました。カズマ、助けて。ゴール、ゴール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 。やりました。ゴール。やったです。やったね。はい。ゴールまで。おお、なになになに。たこ焼き屋とかあるじゃん。またまた。駅前まで。こんなんあったっけ。来られたです。あ、でかくない、あなた、その後ろの、その
ベンチに比べてだいぶでかくない？あなた大丈夫？これで、あなたたちの尺どうなってんの？みんなで来られて嬉しいです。っっ、はい、加藤さん、これパトロール中に拾ったの。そういうのが出てくるんだ、はい、もらってくださいです。はいはい、何ですか？青餌、あ、魚のね。前に貝が、なんだかいい匂いがまたするよ。これはケーキの匂いです。そこにケーキ屋さんができるって張り紙があるよ。次に駅前に来た時は、なるほど、ケーキ屋さんできてるかもです。どんどんこれ広がるわけね、は